にちは、トシキチャンネルのトシキです。今回はですね、鹿児島中央駅からこの指宿の玉手箱、こちらに乗車したんでね、この動画をお届けいたします。浦島太郎の竜宮電鉄がモチーフになった観光列車、乗ってみましょう。 JR 九州の D&F 列車、デザイン&ストーリーの一車両となっております。指宿の玉手箱、通称イブタマです。車内はおしゃれですよね。よくこんなデザインができるなとすごく感心しましたね。考えた方すごすぎ。じゃあ黙って席に着きましょう。実はこの時鹿児島旅は初めてだったんです。初めての鹿児島どこ行こうかなと思ったんですけども、砂ずし風呂で有名な指宿でなと思いまして、指宿市とそれから中心の鹿児島市をまずは1回目で行こうというふうに決めて、鹿児島空港に到着してからはすぐに鹿児島中央駅へ移動して指宿を目指して歌間に乗ったということです。桜島が奥に見えます。噴火の多いことも知られている桜島、これ見て、ノスタルジックな指宿温泉サイダーです。これ普通に美味しいですよ。そしてね、指宿枕崎線ってね、結構ね揺れるんですよ、はい、見てください、すっきりとした甘さと爽快感っていう字幕を読んだだけ。いいですね。ちょっとね、天気は若干雨模様って感じだったんですけども、しっかりと桜島ができました。桜島の方もね、30歳になるまでは行きたいかなと、まあ、なんとなくですけど思います。屋久島もそうですね、屋久島も30歳までに行きたいなと、若い方がいい、若い時の方が行きやすい、歩きやすいって言ってました、私の知り合いがね。なので若いうちに行きたいなと。特急列車なんですけれども、まあ、やはり観光列車ということもあり、ゆるーくのんびりと指宿の方に向かっていってますよね、まあ、これがまたいいんですよ。浦島太郎がねタイムスリップした、ゆっくりゆっくりなんかタイムスリップしていく的な感じかな。あれって一瞬で多分タイムスリップしてるんでしょうけれどもね、このゆらーっとした感じがまた絶妙にいいなと個人的には思いました。わけわからんコメントしてしまいましたけれども、僕の地元北海道では味わえないような雰囲気、景色が広がっております。まさに南国。僕のね考えでは今年か来年にねまた鹿児島の方に旅に行けたらなと思っているのですが、その時は霧島とかそっちの方にね足を運びたいなと思っています。霧島といえばお酒ですからね、ちょっとお酒をしっかりそこで飲んで、あんまり僕旅でねそんないっぱいお酒飲んでしないんですけど、その時ばかりは酒を楽しもうかなと思っております。鹿児島名物といえばね、さつまいも、なんでさつまいもってなんかクエスチョンマーク的な感じなのかなんですけど、さつまいもとかね、あとはやっぱり豚ですよね、黒豚、なんかねそういう魅力的な食べ物が多いイメージがあります。そしてこの桜島もそうですよね、観光一つグッドスポットなわけです。やはり南国感がたまらないですね。いい
ですよ。南国海、南国海じゃねえ、南国海って何ぞやって話なんですけど、こういう木とか、ね、種類がそう違いますから、なんか頭丸いやつのコメントみたいになってますけど、ね、木が違うんですよ、まず木が。針葉樹じゃない。熱帯ではない、亜熱帯ですね。こっちは亜熱帯よりなのかな、どうなんだろう、常用。なんかもう忘れちゃいましたね。針葉樹ではないっていうのは確実に分かりますから。こちら僕も初めて知りました。長渕剛さんのゆかりの地だそうです。お母様が、生まれた地ですかね、出身地だそうで、縁のある場所だそうです。イブスキに到着です。終点イブスキ駅、降りましょう。素敵なイブスキの玉手箱さん、ありがとうございました。とてもいい思い出になりました。さすが JR 九州さんの D&S。 鰹節が有名なんですね。生産量日本一。さあ、指宿では、そう、砂虫会館のサラクさんで砂虫風呂を体感してきました。20分以上入っちゃったのかな、だいぶ調子に乗って長く入ったんですけれども、最高に気持ちよかったです。そしてその後はこのおしゃれなカフェコーヒー屋さんでですね、かわいいタヌキのケーキをいただきました。かわいいし、かわいいし。そしてお昼時なんですけれども、いいですね、この黄色のイエロー一色の電車、こちらを見送って、さあ青葉さんです、ご当地グルメをいただきます。こちらですね、ゆたまらん丼です。なんやこれ、ゆたまらん丼、気になった方はぜひ調べてみてください。これね、ご当地グルメですか。温泉卵がとろーりとね、肉黒豚に染みて最高のミックスでございました。駅前にはね、足湯もございます。こちらは翌朝、このアートホテル鹿児島さんに泊まらせていただいたんですけれども、そこから見える桜島、最高ですね。結構近くでこうやって見られるんですよね。撮影日の1ヶ月半前には爆発的噴火がありました。煙がもくもく。鹿児島です。鹿児島旅充実してました。次はそうですね、枕崎にも行ってみたいです。そして霧島ね、またその時動画あげますんでお楽しみに。